カスミンビシンのビシッとラジオナイトこんばんは。始まりました、えー。今回は生放送でお届けております。はい。ということでですね、今回はですね、えー、裏ボックス3にも、えー、ご出演されていました、えー、塩崎愛るさんにゲストに来ていただいてまーす。よろしくお願いします。んん <laughs> 塩崎愛るです。はいちょっと人ごとのように言わないで。<laughs> <laughs> 出演されていたって自分も自分も知ってたやんか知ってたんですけどなんて言ったらいいんかなと思って一緒にまあ共演しててはいいやいや今日は読んでいただいてありがとうございますよろしくお願いしますとんでもない二日前にねラブスリーも終わったんですけれども千秋楽を迎えさせていただいてはい一週間やりましたねやりましたね戦術でね稽古稽古から合わせたらもう一ヶ月以上ね同じ時間を過ごしてそうですよね なんかすごく長いマラソンを走り切ったようなああそうですあごめんなさい何かたどしいなおいいそう前にやったつけにガーンと当たっちゃいました大丈夫ですいやそうですよねルカ・クロスゼリア役ということでそしてレン連ホスマ役ということで B 君がいやアイル君がラジオに来ていただけるなんてちょっと光栄じゃないですかいやいやいやとんでもないありがとうございますずっと来てほしかったんですよ本当に アイル君と思っってて今まで元気とと松本さんんには来もらアイルこうやってこのラジオでこういろんなことを話せるというのはちょっとねなかなかねあの人,、まあ、人前ですからそうですよ <laughs> 恥ずかしい面<う>部分もありつついやそう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 こうなんかだんだんこの お仕事感がなくなりそうな気がするんです、ね。あ、まあそれはそれでこれね、<laughs> <laughs> あのリスナーの皆さんは喜んでいただけるんじゃないかと思いますよ、<laughs> 本当に。そうなんです。はい、はいえー、本日もですね、たくさんえっとテーマなど、えー、ビシッとビシン流など、はい、エクストラ放送などいろいろコーナーを。 揃えております<う>はい、そしてですね最後に三十分終わった後にですね、はい、エクストラシルバー会員様のみだけにあのエクストラ放送というのもありますのでそれをぜひ聞きたいという方はぜひ登録してお待ちしててくださいお願いしますはい、それではカワスミビシのビシッとラジオナイト、えー、始まりますはい、この後はテーマビシンとアイル君に聞きたいことですよろしくお願いします一旦 CM でーす